皆さんこんにちは。亀屋薬局漢方薬剤師の古賀です。このチャンネルでは中医薬や漢方薬の基本を学んで楽しく人生を過ごすためのヒントを考えていきたいと思います。今日はですね、前回のこの結局の整理の続きっていうことになりますけども、じゃあ養生法とか、何か具体的にこう漢方薬とか、そういったものないのかっていうお話なんですけどね。でその前にですね、前回ですね、結局の時の例えば生理の部分で言いましたけども、例えば生理の経血の量が減ってくるって、これはね、年齢からだんだんそうやって減ってはくるんですよね。ただこれが急に減ってきたとか、まだ例えば30代とかそのくらいなのにこう減ってきたとか、そういう場合はちょっとこう結局の症状とも言えますので、そういう場合は、注意してください。であと日数とかもだんだん、これ年齢とともに短くもなってきますので、そういう症状が出たから絶対に結局っていうよりかは、自然現象ではあるんですよ。ただこれなんでそういう自然現象が起こるかっていうのは、やはりその陰にいわゆる結局とか気虚とか、いわゆる腎虚っていうのが隠れている場合がありますので、こういった部分を日常的に補うことでいつまでも、若いホルモン状態でいられるっていうことも言えますので、そういったことが、気になる方はやはりこう養生法とか漢方薬とか、そういったものを、うまく使っていただくといいかなと思います。今日はそういうことでですね、結局の養生法について話していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。はい、じゃあね、結局タイプ、結局ちゃんタイプ、結局タイプの養生法、この結局っていうのは要するに血が足りないよっていうことなんですけども、実はね、この結局っていうのと一緒に話せばよかったんですけど、この気虚っていうのがあるんですよね。でこの気虚っていうのは気が足りないよ、エネルギーが足りないよっていうことなんですけども、実はこの結局で気虚になってる、気虚で結局になってる、要するに気血両虚っていう状態がね、結構皆さん多いです。ですからこの気虚っていうのがありきで結局になっている人もいますので、この気っていうのがですね、これお話はしてないんですけど、この気っていうのはいろんな作用があって、例えば水道作用とかね、こう物をこう動かす力とかいうのがあったり、あと大事なのが骨折作用って言ってですね、その物をここにとどまらせる力っていうのがあります。例えば血液とかでも、その例えば血管とか体から漏れ出ないようにこの気がしっかり支えてあげるんですよね。で臓器とかもその位置を保っているのもこの気の力、そういう骨折作用ですね。でこういう気の力が落ちると、こう臓器とかもこう下がっていってしまうとかも言われることがありますので、この気虚っていうのをどうにかしないと血はどんどんこう漏れやすい状態っていうことになりますので、結局の養生法についてはこの気虚の養生法を先にやって、それから結局の養生法をやる、あるいはもう同時並行でやるっていうのも大事ですので、これは次に気虚の話もしますので、そういうところと合わせてやっていただくといいかなと思います。ですから漢方薬を使う場合も、例えば血を増やす漢方薬を使う前に先にこの気を少し上げてですね、この骨折作用とか水道作用しっかりこう体が回るようにしてから血を補うっていうやり方もありますし、同時並行でやる場合もあります。であとはこの結局の人っていうのは胃が弱い方も非常にいらっしゃいますので、そういう意味でもお薬選びっていうのを考えていきます。まず養生として、まず結局だけで養生を見ていくとすると、この血が少ないっていうことなので、血を増やすようなそういう食材とか生活習慣っていうのをね、取り入れていただきたいんですけども、結局血の消耗に弱いんで、とにかく血を使いすぎることっていうのは避けていただく。例えば前回も言いましたけども、この感覚器を使いすぎるですね、例えば目を使いすぎるとか、喋りすぎるとかですね、人とずっと話を聞きすぎるとか、こういったのもストレスになりますし、結局の人には非常に辛い場合もあります。ですから目とか脳とか、これの使いすぎっていうのは NG ということですね。だからこうスマホの使いすぎっていうのもあまり良くないです。でもちろん夜更かしは NG ということですね。これ前回言ったと思います。でこの血の消耗というのは、結局気も一緒に消耗してしまうような食生活とか食生活とか生活習慣はダメですので、例えば熱いお風呂ですね、熱いお風呂とかそこに長湯するとかですね、あとサウナとか岩盤浴、こういったのも人によっては消耗しますので、中に入ってすっきりしたなで出れればいいんですけども、ちょっとやっぱり疲れが残るような方っていうのはその時間とかそういうタイミングを調節していただいた方がいいですね。
で前回言ったみたいに半身浴、39度ぐらい、ちょっとぬるま湯ぐらいで20分ほど半身浴するぐらい、じんわりゆっくり汗をかくぐらいですね。それでも無理ができない人は少しずつやっていくといいと思います。このあと血を増やすために、どうしていったらいいかということなんですけども、食事とかなんやかんや、漢方薬も含めてありますけども、一番は寝ることです。この睡眠中にしっかりこの造血というか臓器の回復をしていきますので、そういう臓器の回復がないとなかなか血液をちゃんと作るってことができませんので、しっかり寝ていただくっていうことが本当に大事になります。でその上で胃腸がしっかり休まってちゃんと朝元気に動き出したら、朝ごはんを食べる、昼ごはんを食べるっていう形で血を増やすものをそこにしっかり入れていくっていう順番ですので、しっかり寝ることが大事です。だからここがなかなか寝れないよっていう人は、そこにサポートで漢方薬を使ったりとか、お風呂の入り方を考えたりとか、そういうことをやっていきます。ポイントはですね、この生理中ですね、これはやっぱりどうしたって血が出ていきますので、ここは血を補う食材というのも大事です。でそしてしっかり休むことですね、消耗を減らしてしっかり滋養をするっていうことが大事になります。基本的に血を増やしたいので、単純な言い方になりますけど、赤いものですね、そして、そこをつくこう腎のもの、黒いものですね、赤黒食材というのを、取っていくといいと思います。穀物とか豆類ですね、例えば、私の、ここ本に載っているのはアワとか小麦、黒豆、黒米、赤米ですね、そういったちょっとこう色のついたお米とかね、そういったミネラル豊富なお米とか、あと豆類、そういったものを取っていただくと、あともちろんタンパク質も取らないといけないので、これはね、鶏肉とか豚肉とか、胃腸が強ければ別に牛肉食べてもいいんですけども、あとレバー、赤身の肉、今言いましたね、あとウコッケイとかね、そういったものを取っていただく、これも少しずつで大丈夫です。一気に食べても結局吸収しきれないので、結局の方はですね、ですから少しずついろんな食材にこうそういう、鶏肉ぐらいからやっていくといいかなと。鶏肉とか、豚肉ですね、今の時期だと、あと魚介類ですね、これは、うなぎとかアナゴ、スズキ、タチウオ、ナマコ、あと使いやすいのは牡蠣、これはサプリメントとかでもありますので、こういう貝類、魚介類とか、この牡蠣とか使っていくとしっかりミネラルが取れます。であと野菜でいうとですね、ひじきとかほうれん草とか人参ですね、人参結構いいですね。であとはちょっとこう冷え性の方とかですと、わかめとか昆布とか、そういったものも取っていただくといいですね。であとドライフルーツですね、こういったのも結構おやつでチョコレートとかそういったものを食べるぐらいな、このドライフルーツをうまく使っていただくといいですね。で例えばプルーンとかレーズン、あとザクロ、ブルーベリー、イチジクとか、こういったドライフルーツとか結構最近ね置いてありますんで、そういったものをちょっとおやつ代わりに取っていただくといいです。であと木の実、これもおやつになりますけども、くるみとかピーナッツとかね、そういったもの、あとは黒ごまとか松の実とかね、こういったものはおすすめなんですけども、ちょっとね胃腸が弱い方は少し向かないかもしれないですね。だから食べてみて、だからそんないっぱい食べる必要もないので、ちょっとおやつにそういうちょっとこうあまり良くないスナック菓子とか菓子パンとか、そういったものを食べるぐらいならこういったものがいいですよということですね。で漢方生薬でいうとですね、一番有名なのは、これをまた後でお話しますけども、陶器ですね、陶器っていうものだったり龍眼、こういったものっていうのが血を増やしてくれます。で、基本中はね、この生理中っていうのは先ほど言ったようにゆっくり休むっていうことで、頭をしっかり休めていただくですね、そして目をそのためにしっかり休めるですね、そしてあと環境づくり、これ何の環境かっていうと、入眠ですね、寝るための環境をしっかり、帰ってからバタバタしすぎるんじゃなくて、例えばこういう生理中はある程度はね、周りに頼んだり、一人暮らしの場合だったらちょっとこう溜めてもいいと思います、溜めてもいいと思いますので、こうちょっとこう休むことを中心に環境を作っていただくといいですね。だから早めにお風呂に入って早めに寝るということですね、そういった環境づくりをやっていただく。でそのためにですね、例えばトータル30分ぐらいの、運動ですね、これは別に寝る前とか帰ってきてから30分運動するっていうわけじゃなくて、朝から考えてね、例えばちょっとこう階段を使うとか、ちょっと歩いて一駅分歩く、一駅分、ちょっときつい人もいるかもしれないですね、要するにそういう運動も含めて、だから寝る前はちょうど10分ぐらいストレッチとかそういったことをやっていただくといいかなと思います。
で、まあ、その場合筋肉をしっかり動かしてあげるといいので、太もものストレッチですねとか、あとはまあ軽く散歩できる時間帯になれば、まあ、散歩でもいいですね。でそういうできる範囲のことからやっていただくといいです。で、ツボで言うとですね、まあ、私がおすすめしているのはいつも言ってるんですけど、この有線っていうところと、あと大小っていうところと、まあ、あと三陰交で、個人的にはね、例えばお昼間とか仕事中とか、この合谷っていうのをねしっかり押していただくといいかなと。あとは座ってる場合だとね、結界、この結界、膝の内側ですねの斜め上ぐらいですかね、まあ、そういったところをしっかり押していただくと循環が良くなりますんで、だからまあ自分自身で循環がねうまくいかない場合は、外部のそういう刺激でも循環をさせてあげるといいです。で、先ほど言った早寝早起きっていうことと、あとお腹がね冷えやすい人とか生理痛ひどい人っていうのは、湯たんぽとかね使っていただくと結構いいので、まあ、まだ今の時期は大丈夫かもしれませんけど、秋冬になってくると結構お腹とか腰が冷えるっていう方で、カイロを使う方もいますけども、ここはね温灸とか、湯たんぽですね、これをお腹のこの関元というところね、まあ、こういうところに当てていただいてしっかり温めていただくといいですね。で、そして朝食をしっかりとるということです。中にはね朝から食べれないという人もいると思いますんで、まあ、朝スープだけでもいいです。ちょっとお腹を、ね、温めてそれから出ていく。で、あとプラスちょっとこう少し塩分もね朝から取っていただきたい。こういう方、血圧が低い方もいらっしゃいますんで、塩分が足りないとですねぐーっとこう立ち上がる時間が遅くなって、そうですね、11時とか昼前にやっと調子が出てくるとかいう人もいますので、まあ、朝からしっかりね仕事ができるっていうために、しっかり朝からお味噌汁とかそういう形で塩分とかお腹を温めるっていうものを取っていただくのはおすすめです。で、逆に避けたいものですね、どういったものを避けるといいかってことなんですけど、まあ、これもねあんまり食欲ないからって言ってね、ちょっとコンビニでパン買ったりとか、いわゆるそれが菓子パンですね、これはねやっぱり甘いだけであって栄養の何にもなりませんので、まあ、菓子パンとかは控えていただいた方がいいですね。で、あと、結構お茶ですね使う人いますけども、緑茶とかコーヒーとかっていうのは結構胃に触る方もいらっしゃいますんで、あと少し体を冷ますっていう効果もありますので、どっちかというとまだ同じカフェイン入っているものでも紅茶とかほうじ茶とかウーロン茶とかこういったものがいいですね。で、あとは油の多い食事、冷たいもの、そして生ものですね。で、これも別に食べても大丈夫なんですけど、その量の問題だとか頻度の問題にもよりますね。あまり食べるとね、やっぱりどうしても体が冷えやすくなってしまいますので、できたら温野菜とか少し熱を加えてあげる方がおすすめです。で、特にこの生理中の時とかっていうのは、そういった温かい食事の方がいいかなと思います。これ食べちゃダメっていうわけじゃないのでね、たまに別にお寿司行くのとかでも大丈夫と思いますけども、食べ過ぎないようにとか冷えすぎないようにっていうのを少し頭に入れてやっていただくといいかなと思います。今日はですね、ちょっとそういう形で簡単でしたけど、まず、結局の方の、まあ、アドバイス編っていうような形ですね、まあ、簡単にちょっと言いましたけども、食事のこととかちょっとストレッチのこと、生活のことですね、とにかく寝ていただくことが大事ですので、そこを意識してこう時間をこう組み立てていっていただくといいかなと思います。で、あとこの結局の方っていうのは大部分その、まあ、血も足りないんだけど、先ほど言ったように気も足りないっていう方が結構いらっしゃいますので、少し結局の話もねまたやっていきたいと思いますし、少しこの結局の方で使うちょっと漢方薬とかサプリメントとかのね、まあ、うちでおすすめしているものとかもちょっとご紹介したいと思いますので、次回の動画でもまたよろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。それではまた。